皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今ね、私どこにいるかと言いますと、白馬五竜のね、ロープウェイ乗ってきました。今回のね企画じゃないんですけど、今回ね登りたい山は東御尾根を散策しようかなと思って、小峠っていうところまで行こうかなと思ってます。で今回はね、いつも通りこの方が来ております。あやです。あやちゃん、スヌーピーモードのあやちゃんとね一緒にこの白銀の世界に出ていこうかなと思います。始まります。絶景しかないです。じゃあね、まずはね、ロープウェイ乗り切ったのでリフトの最上のとこまで行こうと思います。始まったばかりですが、雪山登山あるあるを一つ、言いたいと思います。スキー場に登山者歩いてると変な目で見られる、あると思います。ないかな。あると思う。多分多くのね、ボーダーや、スキーヤーがね、こいつらなんでスキー場で歩いてんのみたいな、そんな眼差しをね、見られるんですけど、登山口まで、登山道に入るまでの辛抱です。疲れるね。よいしょ。でも道は整備されてるからさ、だいぶ楽だと思うよ。よいしょ。ね、綺麗だね。なんかモニモニしてるね。白馬槍とか、見えますね。これがね、八方尾根のねリフトだと思います。どうですか今日は。天気いいです。天気めっちゃ汗かいてんじゃん。なんかシェル着るよね。わかんない、私が汗かきだからかもしれない。だから多分シェルで我慢して着ちゃってると多分ね汗かいちゃうから、まあ、基本真ん中を開けたりしないとねダメだと思います。まあ、シェルの性能にもよるけど。はぁ、いやーでも暑いよね。でこのね、東御尾根自体は五竜にあれです、五竜に、つながる尾根なんですけど、結構雪山の時はちょっと散歩程度にね、小峠まで行こうかとか中峠まで行こうかとかって登ってる人が多いです。コースタイムも、ゴンドラからね多分2時間ぐらいですかね。写真撮ってたりするんで2時間以上ね、ゆっくり来すぎてかかっちゃうがあるあるだと思いますね。武田菱がよく見えてるけどどうですか。夏にも見たことあるのかな、わかんないけど。夏は見えないか。夏はないよ。これなんて言うんだっけ。武田菱設計？設計じゃなんだっけ？雪のこういうの模様。雪の模様、正しくはね受けとくんで忘れちゃった。あ、そう。昔の人はすごいよね、その想像力が。あれ、鳥海山ってなんだっけ。鳥海山も種まきじじいじゃなかったっけ。
うん、なんか田植えはそろそろ始めるか的な、これが見えたらみたいな。え？いやー綺麗だ。ほら。あ、武田菱ですね。かっこいいね。で、残雪期はね、洋服がね、非常に難しくね、多分今2人とも見てわかると思うんですけど、1枚1枚しか着てないですでもね、めっちゃ寒くなる時もあるんで、しっかりレイヤリングをして、適材適所に合わせてね、登っていかないと暑かったり寒かったり、で暑いまま進んじゃうと汗かいちゃって止まったらすごい寒くなっちゃったりするんで、なんだろうね、これなんていうんだっけ、この風の波状みたいになってるやつ、シカブラ、綺麗、風紋、わかんない、俺風紋という言葉を知らないから、もうそろそろ、琴臣岳山、着きますね。本当ここはね、初心者入門、ここ琴臣までだったら人も多いしね、まあ雪が降った後だったらトレースも消えちゃうかもしれないんですけど、土日とかね雪が降ってなかったらトレースもしっかりあるんでいいかなと思います。あー疲れた。まあ疲れますけどね。遠見尾根、遠見尾根じゃねえな、琴臣岳山頂着きました。景色はこんな感じです。鹿島槍ヶ岳で、これが G ヶ岳です。ここですかね、これが五竜ですね。で、こう行って、唐松？わかんないです。で、こっちがね、白馬に続く感じです。向こう側が立山連峰ってことよね。立山連峰？え、だってさ、竜ヶ岳の登山口ってさ、大井沢じゃなかった？大井沢の方じゃなかった？そうだよ。だから、この鹿島槍の裏に広がってるんよ。山かな。どうだった？遠見尾根は。めっちゃ景色良くて最高でした。ね。じゃあ下山行きます。はい。名残惜しいけどね。